皆さんこんにちは。私は日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です。どうぞよろしくお願いします。4月27日木曜日、今日の聖書の箇所は旧約聖書ミカ書6章1節から8節まで。タイトルは行いのある公義、誠実、謙遜、神の御心にかなう人生と題しまして、ご一緒に御言葉を聞いていきましょう。ミカ書6章1節から8節。さあ、主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ、聞け主の訴えを。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民よ、思い起こせ。モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シテムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。今日の箇所は御箇所の頂点とも言って、良い御言葉じゃないかなと思います。恐れや不安、そして苦しみの中にあって、あなた方は神と共に歩むようにと御箇は呼びかけています。この箇所が書かれた当時の時代背景として、北イスラエルがシリアに攻め入れられて崩壊した、そしてエルサレムもまた危険にさらされながら、でもなんとか滅亡を免れて、しかしそれでもなおまだ予断を許さない状況にあったという、そういうところにありました。自国の安全が脅かされているという、そういう状態にあって、人々は問うんですね。こうなってしまったのはどうしてだ、誰の責任なのだと、そういう叫びがいろいろなところから聞こえてくる、そういう状況の中、ミカは人々に対して主の御言葉を語るのであります。そしてその御言葉は、神様の恵みの御業を思い起こすよう促すものです。かつてのあの出エジプトの時、神はどのようにモーセを通して民を救い出したか、バラムの口を通してバラクの予定していた呪いを神がどのようにして祝福へと変えられたか、そして出エジプトの約束の地への道のりの最後のあのヨルダン川を渡る場面で、シティムとギルカルの地名を挙げて、その
神様の救いの御業を今一度ここで説明をしているのです。こうして今のこの苦しみがあたかも神様の責任であるかのように思っていた人々が、神様の恵みの御業の思い起こして、そして心の悔い改めへと導かれ、今度は自分がなすべき責任を果たすよう励まされるのであります。皆さんは苦しい時や辛い時、この苦しみを誰か他の人のせいに責任を押し付けるような、そんな経験をしたことはありませんか？ああ、私がこうなったのはあの人のせいだ、あるいはあの人がこれこれこんなふうに言ったから私はこうしたのに、あの人がこんなふうに言わなかったら今頃私はこんなふうになっていなかった、そんなふうにそれまでは自分以外の誰かの責任だと思っていた、そういう自分が今度は自分の責任なのだと心で受け止めて、じゃあこれから何をすべきかとしっかりと自分の心を立たせていく、そして目の前にある自分のなすべきことを一生懸命果たそうとしていく、それが責任というものでありますよね。じゃあ自分は何をするべきか、それを今日の聖書の箇所8節の御言葉で御川は語っています。ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むようにと、そう御川は人々に促しています。まあ、公義とか誠実とか聞くと、まあ、言葉の意味は頭では分かっているけど、でも実際じゃあどうすることかななんて私たちふと思っちゃうわけなんですけれども、公義、まあ、正しいことということですけど、まあ、これは、まあ、普段の生活で例えますならば、買い物をしていてお金を払ってお釣りをもらった、そしたら相手が間違えて受けるべきはずの金額よりも多くお釣りがこう返ってきた、その時に、ああこのお釣り多いですよ、返しますよ、これが公義、正しいことなわけなんですね。その逆は、やったラッキーもらっちゃおう、これが不義、正しくないということです。そして誠実という言葉、これはその場所その場所で自分の態度を変えないということです。自分よりも偉い人の前ではこうなんていうんですかね、へいこらへいこらしてしまう、そして自分よりも弱い立場の人の目の前ではえばってしまう、まあそういう、それが不誠実なわけなんですね。そういう態度じゃない、いつどんな人にでもへりくだってあなたは接しなさい、それが神と共に歩む生き方なのだ、それを神様は私たちに求めておられるとミカは告げているわけです。私たちもしっかりしなきゃとそう思うときに、どういうふうに歩むべきかをミカは私たちに告げているわけです。へりくだって神様と共に歩む、その歩みなら私たちできるような気がしてきます。私たちが苦しみや悲しみのただ中にあるとき、もうその苦しみに翻弄されて、それ以外のことはもう何も考えられなくなってしまう、それがきっと私たちの本当の姿なんじゃないかなと思います。いいことを思い出しなさいよ、いいことのことを考えなさいよと言われても、苦しい中にあってはもうそんなこと頭の中から吹っ飛ぶような状況になってしまうのが私たちの心の正直なありようです。そんな中にあってきっとミカはそういう苦しい状況、辛い状況の中にあるからこそ、今までお目をつむって振り返ってみなさい、あなたがあの時苦しかった辛かった時、
恵みの御業をもって助けてくださったのは他でもない神様だったんじゃないか。そのことをあなた思い出しなさいと、きっと御子は私たちに伝えているのだと思います。確かにそうかもしれません。私たちが目をつむって自分の過去を振り返ってみるとき、あの時の苦しい状況、つらかった状況、なんとか乗り切ることができた、それもよく考えたら神様が助け出してくださった、その恵みのゆえの乗り切れたことなんじゃないかなと思い起こすことができます。今までずっと神様がそうやって助け導いてくださったんだから、今のあなたのこの苦しみもちゃんと神様が救い出してくださるから、その神様と共に歩みなさいと、きっと御子は私たちに告げているのだと思います。それがへり下ってあなたの神と共に歩むことではないかという言葉になっているわけです。私たちも苦しみの中、人のせいにばっかりするような気持ちになる時だからこそ、神様が助けてくださるその恵みをいただきたいと思います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、時には自分の苦しみを誰か人のせいにして、自分の苦しみ、この苦しい状況はあの人がこんなふうにしたからだ、こんなふうに言ったからだと人を責めてしまうような私たち気持ちになってしまいます。そのような時にこそ、神様、あなたの力が私のこの苦しみを救い出してくださるのだ、そのことを信じて歩むことができますよう、私たちの信仰をお守りください。この祈り、主イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。